馬頭行きです。ステップにご乗車になりますとドア開閉の際大変危険です。ステップにはお立ちにならないようお願いいたします。危険物の持ち込みはお断りいたします。テープの回転遅くねえか。下神殿、 IOE 運動公園、大間間、神看板、元宿、水沼、花輪、中野、小中、王道、総理、原向こう、通道、足尾、和道の順に止まります。下神殿、下神殿、追い待ち線か。次は愛生東武線は乗り換えです。次の浅草行き特急羊毛20号11時11分です。ゾロ目だ。和道行きです。ステップしてご乗車になりますとドア開閉の際大変異様です。そんなやついるのか。ステップでのご乗車はおやめください、はい、あれすいません、ステップで乗ったらダメなんだ。本当にいた。まもなく運動公園です。次は大間間、大間間です。小平鍾乳洞、高津土橋、このドットカーへおいでの方はこちらで降りください。ご案内いたします。高津土橋は渡良瀬渓谷の中でも四季を通じて最も美しい渓谷です。ご家族、ご友人、乗務員とハイキングが楽しめます。乗務員ハイキングみたいな誰ですね。小平鍾乳洞は昔からの言い伝えと古文書をもとに探し当てた鍾乳洞で、園内の観光施設には体験コーナーなどが完備され、乗り鉄するよりも一日楽しく遊べます。降りた方がいいんじゃないか。まもなく大間間、大間間です。3分止まります。トロッコ列車ご利用のお客様はお乗り換えです。トロッコ列車本日まだ空席がございます。ご利用ください。トロッコ列車ご利用の際はトロッコ整理券、大人500円、子供250円、お願いをいたします。まもなく大間間です。降り口は左側です。ここで乗り換えるのか。この列車はトロッコ渡良瀬渓谷号足尾行きです。大間間を出ますと元宿、水沼、豪道、総理、通道、終点足尾の順の停車でございます。春は花と新緑、夏は川の涼風とセミシグレ、秋はトンボと紅葉、冬は静寂と移り変わる景色は並行している国道からはご覧になれません。渡良瀬渓谷鉄道オリジナルの景色をご覧ください。国道は国道で一応オリジナルだよな。まもなく元宿でございます。次は水沼でございます。温泉センターご利用の方はお降りください。宴会でカラオケやってんぞ。次は合同トロッコ、次は総理サロンド、次は通道カッピー、次はこの列車の終点足尾です。もう一回乗り換えんのか。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点馬頭です。降り口は左側です。この列車の待てる折り返しの間に時間は520号2階になると発見になります。なんでまだ線路続いてんだって。え、歩いて行ってみる。やめた方がいいぞ。